します。としのみやです。それではですね、本日は、こちら、ポケットモンスター、SV、なんだっけ、スカーレットをやっていきたいと思います。ということで、さあ、まあね、僕は、ポケモン、そんなにゲームちゃんとやったことないというか、いわゆる対戦とかをしたことはなくて、まあ、ストーリーを軽く遊ぶのは、なんかしたことあったりなかったりくらいだけど、言ってでもなんか、記憶があるのは、サファイアとかそのレベル、ルビーサファイアぐらいから記憶が特にないぐらいの、それぐらいのポケモンだけど、さあ、なんかやっていきましょうということで、なんかね、すごいなんか後ろめっちゃ泣かれてるけど、今回のこの動画の中では、あんまりね、このキャラが喋ってる言葉とか説明とかを読んでると、なんかまあ僕が文字読むだけの動画になるのは、まあ違うかなーっていう気持ちがあるので、まあ、なるべくあんまり文字とか出ててもそれをなんかただ読むっていうのじゃなくて、まあね、読むとこは読みますけど、読まずに基本的に、まあみんなも動画画面も見て、まあその辺は読んでくださいという感じでね。まあ普通に、まあ目の前で起こってることに、まあ、ちゃんと反応してる声だけ、まあよければ聞いてください的なので、やっていければいいのかなと思っております。そんな感じで、新しい自分に出会えるポケモンと、なんたらかんたらで、オレンジアカデミーで、頑張っていきます。ということですか？はい。ということで、久々のポケモンやっていきましょう。待って、ムービー終わる空気かと思ったら、がっつりムービー始まった、また。なんかさっきまでのは説明って感じで、むしろこっからムービーって感じか？ポケットモンスター、スカーレット。さあ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいけど、なんか、ちょっと酔いそうな。やばい。かっこいいムービーが始まってしまった。あ、なるほどね。あの子の視点か？そうだね。この子。これ、あれでしょ？パッケージに映ってる子。なんか、これが、バイクみたいになって乗れるっていうことだけ知ってる。早く乗りたいんだけどね。なんか、バタ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 って しながら、なんかバイクみたいに乗って乗れるっていうのだけ知ってます。待って。あっと？え？あの子の視点だよね、今の。墜落したけど。大丈夫？はい。ということで、お家です。なるほど。さあ、ムービー終わって、こっからということですね。ということで、これが今回の僕が使っていくキャラクターですと。まあまあ、名前はいつも通りミヤですけど、最初にキャラ選ぶときになんか男の子4つ、女の子4つある中で、プリセットみたいなところで男の子選んでたら、あれだよね。多分、キャラクター男性キャラクターだよね、一応。まあ、一応ポニーテールとかにしちゃってるから分かりづらいんですけど、男性キャラのはずです。まあそんな感じで、まあ、やっていきたいかなと思います。さあ、何ができるの？まあ、カバン、拾えない。後で準備する。あ、かわいいぬいぐるみがあるぞ。欲しがりっすのぬいぐるみ。実はね、僕もね、今ね、家がね、結構ね、お家、何？今、リアル住んでるお家というか、暮らしてる部屋がね、あれなんですよ。なんかすごい、ポケモンだらけになってる。ポケモン全然やってないってさっき言ったんだけど、なんかポケモン自体にはちょっとハマってて最近なんか、ゲームしてないくせにハマってるの不思議なんだけど、なんかすごいね、家具とかがね、めちゃくちゃカビゴンだらけになってます、今は思って。そんな感じで、だからね、この部屋よりよっぽど僕の部屋の方がポケモンの部屋って感じになってる。そんなわけで、さあ、レポート書いたり設定変えたりしつつ、一応ね、レポートを、自動でレポートしないようにしました。動画がもしね、録画失敗したりとか、声入れるの忘れたとかなった時に、
やば、戻らなきゃってなる可能性が出るかなと思ったんで、一応手動レポートのみにしてます。うん。こんな感じで。あ、なんかテレビついた。学園としてそろそろ行かなきゃ。学校に行くのか。さあ、そんなわけで。さあ、まあ、進みますか。部屋の中見たし。むちゃー、なんか可愛い生物がいた。なんたらリスだから、今まで。星狩り素敵な何かでしょ、多分今の。違うかもしんないけど。いや、剣立てね、一応ね、動画では見たんですよ、ストーリーをちゃんと。人が、プレイしている配信とかはちゃんと見たんだけど、なんか自分でちゃんとやれてないから、まあ、一応やったわ、そういえば、やった。動画とかで見た後に、ね、一回やりました、そういえば。友達が持ってたソフトを書いて、一周ストーリークリアするとこまではやった。うん。いやね、メッソンにハマってたので、メッソンを進化させずにね、ストーリーを一周クリアしただけやったね。そういえば、半年くらい前にやりました。うん。そうか、ポケモン最後にやったのはそれですね。サファイアとかルビーとか言ってたけど。まあでも結局それもストーリーやっただけだから、なんか、いわゆるポケモンの個体値がとか、何人値がとかいうのが全然わかんなくて、うん。そんな感じなんですけど、ピンポーンと。さあ、なんか、学校からの大事なものが届くとか、そんな感じで届きましたかね。うん。いや、ほんとにこれぐらい流れてる文章を無視して喋っちゃうかもしれないんだけど、大丈夫かな？どうだろう？もうちょっと反応した方がいいのか？うん。どう？この後校長じゃないの？校長自ら来ちゃったけど。さあ、何か、入学案内が遅れたのに、校長自ら来ちゃうの？すごいね。オレンジアカデミー校長のクラベル先生。うん。なるほどです。いや、本当に自らいらっしゃったんですかって感じだね。次は私の責任ですので。なるほどね。入学案内と校内施設の資料です。入学式当日に校長先生こんなうろうろしてて大丈夫なの？絶対忙しいでしょ。うん。いや、お茶とか飲んでる日も絶対ないでしょ。さすがに。本当にね、お構いなくっていう、なんかちょっと迷惑そうであるでしょ、これ。自分の部屋に戻ってバッグと帽子を持ってこいとね。なるほど。はい。あ。帽子とバッグを持ってきました。うん。立派な我が子の生徒に、ということで、オレンジアカデミーだっけ？オレンジアカデミーの立派な生徒になりましたというところで、はい。何かを渡すために外に出るってことは、これポケモンだな。これもう御三家もらえるパターンだな。ちょっと待って、御三家ね、どうしようかなと思って、なんか、厳選必要ないとも言われるし、なんかした方がいいとも言われたから、なんか、どうすんだろうみたいな。とりあえず一回レポートだけしていきます。うん。はい、もう早速ね、ポケモンたちを出てきなさいということで、あ、やっぱね、これ御三家選ぶパターンのやつだ。なるほど。にゃおはほげーたくわすですね。まあ、一応ね、もうやるぞってなった時から、一応、公式の、なんか、何、発表とか見たりはしてたから、名前は知ってる。にゃおはほげーたくわっすだけど、今回ね、僕はね、くわっすで行きたいなと思ってるんですよ。うん。っていうか、あれなんだよね、今回スカーレットでやってるのも含めてなんだけど、まあこれ一応まあ、ダブルパックで、家族と一緒に買ったので、まあ、家族がバイオレットだっていうのはあるんだけど、まあ、周りの人見ても、なんかね、みんなバイオレットでやってる人が多いので、まあ、なんだっけ、これ。スカーレット、まあ、需要あるんじゃないかな、と。ということで、スカーレットやっていきますが、うん。でもね、まあね、バイオレットやってる人でスカーレット限定のキャラをよこせっていう、ことがあったらね、まだかんね、言ってくれてもね、できることならやります。でもそんなに、なんか、早く僕多分ゲーム進められないから、うん。みんながもう欲しい頃には、僕はまだ全然ストーリーも終わってないみたいな感じかもしんないけど、うん。そんなわけで、そう。まあほぼ同じ理由だよね。なんかニャオハ人気っぽいし、ホゲータはなんか、
ある意味人気らしくて、てかトゲタが一番逆に人気なのかな、わかんない。なんかその辺人気らしくて、一番多分クワッスが少ないだろうみたいなのもあるので、まあクワッスやるかみたいなところかな。まあありつつ、まあ単純にシンプルクワッス可愛いと思います、僕は。まあクワッスいいと思いますって感じで。あ、なんかスマホもらってる。さあ、トゲータやらクワッスやらニャオハやらどうたらっていう話をしてたら、ママからスマホもらいまして、さあスマホ持って隣のお家まで。あ、動くのね君たち、かわいいね。どこ行くの、どこ行くのじゃないよね、あの家だよね、青い家行くんだよね。これは何、歩けばついてくるのか。なんか出てた、スマホロトムはうんたらかんたらか、あー、マップの説明ですね。まあなんか適当にやったら大丈夫でしょ。あー、空飛ぶタクシーは今回もあると、了解です。うん、そんなわけで、なんか周りにはすでにポケモンのなんか表示とか出てる。なんだろう、これはさ、ポケモンがそこにいるってことなのかな。どこなんだろう、探しに行きますか。なんか一周くるくる回ってみたけど、別にいませんでした、ポケモンは。謎でした。うん。そんなわけで、あー、なんか、ニャオハついてこないけど、ニャオハ花見ててついてこない。まあ、なんかお前も海見に行ってついてこないのか、クワス。ボゲータだけだ、僕についてきてくれるのは。もうなんかホゲータにするぞ、選ぶの。え、しないんだけど、多分。いや、シンプルに、クワッス可愛い説はある。いやー。ペタ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 って。あとなんか、クワッスの説明がなんか、なんだっけ。なんか格闘がつきそうな雰囲気の説明だったんだよね。なんか公式のなんか、紹介が。うん。さ、こっちはいけない？僕、格闘タイプ結構なんか、ありだなって思うんで、かっこいいなと思うので、まあ、ご三家は、クワッスを選んでいきます。なわけで。なんかこの先で選ばなきゃいけなさそうなので、ここでレポート一回しときますか。まあ、厳選とかするんだったら厳選を、まーす。うん。はい、ということで、隣のお家着きましたということで、うん。あ、こいつらバカ自由なんだか？人ん家でめちゃくちゃ遊んでやがる。水浴びしてるし、クワッスはな、お前が多分一番やばい。花壇荒らしちゃダメ。外の山出しても、庭の花壇荒らしちゃダメだよ、猫。うん。そして、お前はもっとやばいかもしれん。もっとやばいかもしれん。人ん家の果実を勝手に食う。食うなら山出しも燃やすな。なるほどね。燃やしちゃったのにすごい喜んでる。あ、てか、なんか新キャラ来た。ここのお家の子ですね、きっとね、これは。わかるよ。これ、ライバル的なキャラクターでしょ、君。きっとそういうこと。多分、この子ね、僕が選んだ、この、なんかね、タイプ相性。なんか、どっちだろう。強い子とか。多分、捕まえるよ。捕まえるっていうか。私ももらいますってするよ。きっとそういう系。さあ、そんなわけで、はじめましてのご挨拶です。ムービーの中では、なんとなく、嫌いになりましたか。さあ、随分早い到着ですね、ということで、で、あなたは、誰ですか、この、で、ですね、女性は。さあ、果たして、今日からアカデミーに転入され、あ、転入なんだ。勝手に入学式だと思ってたけど、入学じゃなくて転入でした。入学、うん、転入学。みんなはもう先に学校生活始めちゃってるんだ。うん。なるほどね。この人は、だからもう学校にいる人なんだ。同級生とかになることは多分。普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしようって、仲良くしようっていうことで、テンション高めの子だし。さあさあさあ、よろしくねーと。はい、了解です。生徒会長なんだ君。なるほど、生徒会長でチャンピオンランクの凄腕トレ、分からんけどなんかすごくない？チャンピオンなのこの子は。チャンピオンってすごすぎた、やばい、バトルジャンキーみたいなこと言ってる。はい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 、
ゆっくりとこう、ゆっくりと交流を進めてくださいねと。ちょっと念押しされてますね。うん。同級生なんだ、これも勝負や。バトルジャンキーだな、こいつ。こいつ、だいぶいってるな。うん。はい、ということで、あ、さあ、そろそろ、3匹のうちどれを選ぶんだということですね。もうね、もう最初から心は決まってますので、クワス君を選んでいきたいと思います。うん。マップスー。はい、ということで、水タイプのクワス。選んでいきたいと思います。水タイプのクワスさんでよろしいですか？よろしいですよ。うん。バカ喜んでる。うん。喜んだ後でも、ちょっと決めるんだね、一回ね。いや、喜んでないですよ、みたいな。あ、ニックネームはね、あとね、今回、まあ、基本的につけないでいこうかなと思ってます。なんか、ニックネームつけるとなんか、うん。後々なんか、パーティーから外したりするの。心苦しくなっちゃうので、誰もニックネームつけないとかしようかなと思う。ああ、笑うとクソブサイクだ、お前。かわいいね、クワッス。うん。さあ、クワッスさんもミヤさんも気に入ったみたいですね、ということで。さあ、クワッスも気に入ってくれたんで、さあ、モンスターボールに早速、入れてしまいますか？はい、入れてしまいますと。いや、プラス、クワッソ、噛んだからいいや。はい。何？あー、はい。なるほど。急に謎のテンションで、来ちゃったな。この人、やっぱ変だな、結構。なるほど。入学時にポケモンをもらった？はいはいはい。そういうパターンもあるんだ。入学時みんなもらうわけじゃないの？あーね。もうすでに別のポケモンを育てるっていうのがあれば、別に、いや、いいですっていうのもできてない。なるほどね。でも、まあ、今回、目の前に新人がいたから、あれだね、新人ロケットリーガーと一緒にやるときに、サブアカ作ってちょっとカジュアルしますみたいな、そういう感じね。なるほど。うん。さあ、ネモちゃんがスマーフするために選ぶのは、このこと。はい、焦げた？なるほどね。今回もその、なんか、あれだ。僕のタイプ相性が悪いタイプじゃない。何？僕に対して、タイプ相性がいい子じゃない子を選ぶタイプね。で、ニャオハは誰かが使うんだね。じゃあ、また別の人がね。なるほど。ワンチャン、校長先生ですか？ニャオハ使うの。うん。さ、ポケモンバトル大好きすぎますねとか言って、やっぱこの世界でもあれは常識じゃない。よかった。あれは特殊なんだ。変な人なんだね、モちゃんは。さあ、ということで、なんか、バトルできるコートみたいなところに来ましたと。うん。さあ、ということで、溜まってました。今回の私のポケモンは、え？エモさん、なんか急に止められた。始まろうと思ったら。初めてのポケモン勝負ですか？なんか、これ、あれだな、優しくしてくれるな。うん。いや、全然優しくないわ。いつものポケモン出そうとしてるやついた。危なすぎるな、こいつ。普通に、しょがりしようとしてる人いた。クレイジーすぎる、マジで、ネモちゃん。待って、うちのポケモンが、勝負を仕掛けてきた。ネコちゃんがすごい、僕の前で邪魔してる。な、はい。どっか行った。よし。さあ、ということで、ホゲータを出してきて、こっちをクワッス出して、ということで、初めてのポケモン勝負、楽しんでほしいな。テンションがいいね。高いね。うん。さあ、最初から水技が使える。水鉄砲が使えるね、これ。うん。あ、ケンタケもでもそうだっけ？ケンタケもそうだよね。だって、ポップくんが、ハイパイショーを理解してるんだなってしてたもんね。なんか、ちょっと違うかもしんないけど。うん。そんな感じのこと言ってたもん。あ、予習はバッチリだね。なんかそういうこと言ってくる。なるほどね。もう一発水鉄砲で終わりですね。うん。はい、ドン。効果抜群だ。はい、ホゲータ倒しました。うん。まあ、チュートリアルということで、まあ、ここは簡単に勝てました。うん。
初めての勝負で勝っちゃうなんて思って以上にすごい。絶対もっと強くなるよ。なんかもう一回やろうとしてる。ちょっと待って。それはしんどい。チュートリアルそこまででいいわ。さあ、止めてくれ、校長。疲れておいでですよ。はい。そんなわけで、早く入学式というか、全然遅刻しそうなんだけど、こうやって遅刻してね、もはやっていうぐらい遊んでるけど、何、登校前に。さあ、またやろうね、ということで。うん。さっき出会ったばかりなので、もう仲良しさんですね。仲良しさんになってしまった。うん。チャンピオンとしていろいろ、チャンピオンなの？なんか、ネモちゃんはめちゃくちゃすごいの？もしかして。わかんないけど。なんかすごいすごそう。雑だけど。あのアプリ入れなきゃね。はい、なるほど。何入れるんだ？どうぞ。めっちゃスマホ後ろからいじったね。うん。ポケモン図鑑を導入してくれた。なるほどです。担任が作ったんだ。大木戸じゃないんだ。やば。ポケモン図鑑をノートに手書きの時代があったの。バイバーイ。クラベル先生がすごい、なんか、過去を懐かしんでた。出会いの数だけあなたたちにうんてらかんたら。はいはい。ネモさんの、あ、出てきたけどまだあったんだ、用事。ごめんね、呼び出して。はい。ということで、アカデミーまでネモちゃんと一緒に登校することになりました。的な、そんな感じかな。あ、ネオハはやっぱ校長と一緒に行くんだ。はんにゃ。はんにゃ。バイバーイ。あ、勝負だけじゃなくて、図鑑ももうちょっと頑張ろうかな。こういった勝負しかしてねえんだ、もう。ただ野生のポケモン捕まえたことないよね。ないです。学校行く前に教えてあげる。私についてきて。はーい。なるほどね。そういう流れね。さあ、ということなんですけど、ちょっと、ワッスの、どうしよう、厳選的なやつをやってこようかなと、思います。なんか、ちょっと一回カットして、ワッス、いい感じの、なったら、また、終わりにしようかなと思います。続きやっていこうかなと思います。うん。はい、ということで、結局、5回ぐらいしかやってないんですけど、疲れちゃったので、厳選はまあいいかなということで、一応ね、まあ、ちょっと攻撃が上がる性格で、まあ、なんか、いい感じかなと。まあ、いい感じかどうかわかんないけど、なんか、調べるとおすすめって書いてた、なんか、性格の子にはなったから、まあいいかなということで、それ以上は、まあなんか、細かくは、なんか求めずにやっていこうかなと思います。うん。はい、ということで、ママがまたいた。はい。嫌なことは私に任せてください。なんか同級生のはずなんだけどさ、なんか身長差も相まってさ、完全にお姉ちゃんって感じになってるんだけど、すごいなんか、年上感がありますね。さあ、ネモちゃんもいるし楽しい学園ライフに、はぁ、今日から学校で寮生活、はい、ご飯食べます。お小遣いとお弁当、大事に使って。サンドウィッチ、サンドウィッチを手に入れた。サンドウィッチを大切なものなんだ。サンドウィッチは大切なものに入るんだ。なるほどね。うん。これ持ってきなさい。なんか、後出しでいろいろくれるね。傷口薬をくれた。なるほど。うん。大事なパートナーが傷ついたら、はい、使ってあげると。ということで、まあ、なんかいろいろもらったんで、まあ、お母さんバイバーイって感じかな、そろそろね。うん。はい、それじゃあ、行ってきます、ということで。うん。はい、ということで、小さじの小道に来ました。ここで、ポケモンの捕まえ方を教えてくれるんですか？ネモちゃんが。うん。そう。私たちの冒険が始まる、見たら、街と違って、野生のポケモンがいっぱいいるよと。はいはい。なるほど。で、ポケモンはどうやって捕まえるんだね。教えてください。近づくと戦うことになるけど。うん。で、モンスターボール。はい、モンスターボール。はい、あ
ありがとうと。ハートボールを5個手に入れた。はい。ブヒー、なんか来た。プニプニプニ。ちょうどいいところに。はい。習うより慣れちゃう。ミア戦ってみ、あ、もうミア戦ってみてで始まるんだ、もう。早速。はい。池食わす。はい。野生のポケモン戦ってるときに、X キーを押すと、なんか出てきますよ、と。うん。はい。じゃあ、早速、まあ、叩く、ドンと、やっていきましょう。ベーシー。はい。尻尾振るで防御下げられます。叩きます。あれ？待って、これ死んじゃう？あ、死んじゃった。モンスターボール使う練習できなかった。なるほど。さすが、クモを倒すとクワスがさ、倒しても許してくれるんだ。ありがとう。あ、倒す直前にモンスターボールを投げると捕まえやすいからね。あ、なるほど。なるほど、捕獲失敗しても別に許してくれるんだ。で、モンスターボール10個めっちゃくれた。はい。いっぱい捕まえれますと、これで。ポケモンを弱らせて投げる。しっかり覚えとけと。はいはい。相手したり捕まえたりしながら、あの灯台を目指そうかということで。